山越駅は、北海道二見国八雲町山越にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H55。電報略号は、八コ。当駅の所在する地名より。地名は、アイヌ語に由来するが諸説あり、薬内、栗、通行する、川。八ウ内、栗、通行する、川。八ウ内、栗、を取る,る、いつもする、沢。 のいずれかに由来するとされる。なお、山越え内から山越えへの解明については、地名に合わせたものとされている。端式ホームに面2線を持つ地上駅。かつては混合ホームに面3線であったが、抽選を取り払ったことにより、現在に至る。ホーム中央に校内踏切がある。ホームの脇に石所を模した待合所が設置されている。これは近くに、 江戸幕府の関所の跡があることにちなんだもので、日本最北端の関所として知られている。八雲駅管理の無人駅となっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。1976年の山越駅と周囲約 1km 範囲。右が函館方面。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 ありがとうございます。